お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのペッカスケラデッキを使ってやっていきたいと思います。ってなわけで、まあ、これはですね、今ね、もう環境、まあ、2トップとまではいかないかもしれないんですけど、まあね、環境の結構中心にいる、まあ、ファルチェと、まあ、トリトン、まあ、両方ね入ってるデッキにはなるんですけど、マジで僕のもう一つすごい思ってることとしては、トリトンを持ってるならもうぜひね、もう使った方がいいです。なぜ使わないのっていうぐらい、結構、まあ、優秀ですよ。腐ることがないと思ってまして、まあ、3コスでね、まず、まあ、陸すべてに戦えるっていうのを、まあ、ちょっと話しながらね、やっていきたいと思います。まあ、多分皆さん知ってると思うんですけど、トリトンは引っ張る、ランダム引っ張るんで、まあ、ゴレとか、まあ、ジャイとか、まあ、ラムとかホグ、まあ、すべてを、まあ、キング起動できます。で、トリトンだけでメガナイトとか、もう多分受けれます。メガナイトは多分トリトンだけで完封できたかな、完封できたかはちょっと際なんですけど、まあ、メガナイトもね近畿道できます。であとペッカとかも普通に端っこを渡ってきたのを真ん中トリトンこの辺で引きつけると、ペッカ完封は多分できなかったかもしれないんですけど、ペッカ一発だけで多分トリトンたまにね、多分一発だけとかで多分抑えれたんじゃないかなと思います。っていうぐらい、まあ陸その辺受けれますし、まあ空にはね対応できないんですけど、普通にゴーストとかユーノとか、まあ、そういうユニットの受けにも、まあ、なるっていうので、まあ、結構万能すぎるぐらい万能だと思ってます。ロイジャイとかも引っ張れるしね、結局何でも引っ張れるんで、まあ、僕的にはねトリトン持ってるならぜひ使ってもらいたい、ぜひ。というわけで、相手、まあ、クロス来たんですけど、ペッカトリトンの形ですね、これです。このペッカトリトンの形が、激強なんですよ。マジ、激強、これ。これ覚えてください。ペッカの後ろにトリトンつけるだけぐらい、だけでもう本当に、なんかね、タワーが折れちゃうぐらいあります、マジで。で、タワー、ほぼダメージ入ってないやんけっていう話なんですけど、これ。聞いてください。このペッカトリトン。何がつらいか、クロスです。はい、来ました。マジで、クロスだけ引いたらドンマイですっていうやつを、このしょっぱな引いちゃったんでね、今頑張って戦ってるんですけど、まあ、マジで、クロスは無理です。はい、言ってきます。はい、言いました。なんで、これね、クロスに勝ち方を教えてって、多分コメント来るかもしれないんですけど、多分10回やっても10回勝てないです。100回やっても100回勝てないです。はい、なんでまあ相手のミスを祈るぐらいですかね。これペッカまあ出します。よいしょ。でまあスケラ打ってアーチャーポイズンで溶かしちゃえばスケラが入ると思うんですけど、言うてね、そのアドがしかもウッドで綺麗に防衛されてってなって、多分6コスクロスチャキが来るので、来ますね。これクロス用にファルチェチャキッ、あー、なるほどね。まあそういうことですよ。であとロケットで削られるっていうね、マジで僕この動画撮るのに結構、まあ、YouTuber 的に、言っていいのか知らないですけど、まあ別に言っていいと思うんで言うんですけど、撮り直しをしております。なぜならクロスしかいない、なぜならクロスしかいない、本当にマジでクロスしかいないんですよ。これえぐいぐらいクロスしかいなくて、クロスと当たってはお疲れ様でしたっていうのをやってるんですけど、いや待ってクロス、あー待ってワンチャン耐えれる、あはい。ってなわけでクロスはマジで無理なんですよねっていう話はまあねこんぐらいにして、まあ本当クロス以外だと正直何でも勝てます。ベビーファルチェなんで、まあねファルチェがいないターンでも、まあ、トルネあとポイズンもあるんで、まあ、ラバも勝てます。ペッカデッキなんですけど、ラバに勝てます。で、まあ、あとは、陸もほぼ何でも行けちゃうんで、何でも行けます。なんだろうな、きついのが。まあ、あとは、その場の対応能力になるかもしれないですけど、マジでクロス以外だと、
めちゃくちゃ強いです。まあ、なんだろうな、リセット系がないからスパーキーとかももしかしたらきついかもしれないんですけど、海外のプレイヤーがね、あのトリトンでスパーキーを引っ張ってスケとか ISP とかで、まあ、スケだけトリトンプラススケ、トリトンプラス、ISP でね、スパーキーを完封してるっていう動画をねツイッター上げてましたね。なんで、まあ、4コストとかで、まあ、トリトンプラスなんかとかでスパーキーも処理できるんで、なんかねトリトン若干遅延効果みたいなの入るんですよね。引っ張ってきた時に、引っ張ってる最中相手のユニットが固まるんですよね。で引っ張ってきたすぐに相手のなんかユニットが動くまでが遅いんですよね多分。なんでなんかそれでね、そのぶつかり合った時にペッカトリトンプラスで相手のもし、まあ、ペッカとぶつかった時になんかねペッカの残る HP がえぐい多いんですよねこっちの方が。なんでまあね、ペッカの後ろにトリトンつけるだけで、まあ、試合が成り立っちゃいますね。はい、ってなわけで相手がまだユニット出してこないんで、まあ、待ってもいいんですよね。ゴレ待つイコール大型だと思うんで、まあ大型来たら後ろペッカ合わせて、まあ、ラバだったら、まあ、逆サイペッカして、まだスケラが回ってないんでね、後ろペッカからの、まあ、後ろベビーとかトリトン合わせてやっていけばいいかなと思います。でペッカトリトンも強いんですけど、ペッカトリトンプラス後ろにねファルチェをつけるだけで、最強ぐらい、最強って言われるぐらいの形になります。複数系ですね。まあペッカがやっぱそのスケアミとか、まあ、ギャングとか、まあ、そういう小物にね、まあ、縦の選手とかね、そういうの弱いんですけど、後ろにファルチェがいるだけでもうその辺全部投げ倒します。なんでもうペッカトリトンファルチェの形が組めれば、終わりますこのゲーム。でまあそこを処理するのに今までアイゴルとかジャイアントで逆サイツルーンでしだったんですけどね、それもトリトンが引っ張るんで相手は、逆サイドはできないというわけで、ペッカをどうにか溶かすしかないっていうのでもう溶かせませんって感じになります。でまあペッカトリトンとか、まあ、トリトンとファルチェ両方とも弱点が、両方とも弱点がこれもう相手出ないんで出します。逆サイ来てもトリトンでなんとかします。両方とも弱点が、まあ、ライトニングに共通してて、まあ、トリトンはライトニングで飛ぶんですけど、ファルチェはライトニングプラスなんか、まあ、もう一個の攻撃で死んじゃうんですよね。なんでライトニングに弱いんですけど、そうこれお相手がやってるライトニング打たれたら打たれたで、そのファルチェがやっぱ残るっていうのがすごいでかくて、ミリ残るだけでこのミリがねめっちゃ火力高いんですよ。てかまあファルチェがなんで、このミリを処理するのに相手はね結構大変っていう。でやっぱ処理しないとね、そのやっぱ大変なんで、相手はミリ残りのファルチをウッドとかザップでね処理するんですけど、そうするとこっちのねこのペッカの、ペッカじゃない、ペッカがタゲ取ってる間にスケルトンラッシュ打って、もうそのスケラがねぶっ刺さりますっていう感じで、ミリ残りファルチを、ライトニングプラスもう一個で処理したいんですけど、処理するとスケルトンラッシュのダメージを受けてしまうっていう感じですね。ここはスケラがいい感じに入ってますね。で、ベビーも多分タワーにちょっと入る。オッケーオッケー。ファルチェ出して、ケツペッカでよかったな。まあ一応ファルチェでもいいんですけど。よいしょ。これですね。このペッカファルチェの形。で、これにトリトンつけると、まあライト打たれるんで、まあ言うて何つけても打たれるみたいなとこあるんですけど。これでライトで飛びますね。待って。待って、赤取るな、赤取るな、えぐいて、まあでも、わかんないですね。後ろトリトン出して、これもうペッカ出して、スケル打っちゃえば多分いいと思いますね。やっぱライトニングワンチャン来るんで、気持ち飛来心ですね。気持ち飛来心。で、トリトンが引っ張るから、トリトンいねえわ。トリトン引っ張ると思ったんですけど、トリトンいねえや。これまあ、丁寧ね。行きたいんで、ボーボイします。ボーボイして、空対決を勝って、ワンチャン、端前ゴレ来ても、トルネで近起動できるので、これやばいかな、ちょっとやばいかな、若干。まあ、ペッカ出して、ウッドで多分処理されて、はい。まあ、同じような感じですね、今。で、ポイズン貼って、また880どうにか削りたいですね、僕からしたら。どうにか削りたいんですけど、どう削るかっていう。
後ろダクネからの端前ゴレが厄介ですね、マジ。よいしょ。こんなマジ、コウモリ受けるとライトニングだけで飛ぶんで、それが辛いですね。これトリトン、しかも引っ張っちゃうからね、これ。これ、トルネ剥がして、オッケー。これ今、相手ライトニングって、僕にユニット残ってるんで、あ、これオッケー。ファルチが、お化け。よし、来たー。で、ペッカが竹取ってるんで、多分これを守るのは、結構鬼むずいと思いますね。よいしょ。で、打って打って、フィニッシュ。危ねえ、危ねえ、マジで。ちょっと危なかったですね。そう、で、そう、ライトニングプラスウッド打つんで、スケラが刺さるっていう感じですね。なんで、まあ、ファルチェとトリトン一緒に出した時に、まあ、ライトニング来るからこそ、そこに、ベビーとか、で、飛来心。まあ、ベビーだったら飛来心なんないかな。まあ、ベビー出したり。その、このウッドの枠が、ダックペリの方もあるらしくて、まあ、そのダックペリ型も、なんかね、そのカード回し、これ結構、難しいかもしれないんで、その、そこを、ウッドの中はダクプリでもすごいいいと思いますね。そしたらもう、ペッカダクプリトリトンファルチェで、はい、はいって感じですね。攻めが止まんなくて、それだけでね、タワー落ちたりも全然あるんで、ペッカトリトンファルチェだけとか、ペッカファルチェとかね、なんかファルチェの前に何かいるだけで、ファルチェがめっちゃうざいんですよ。なんで、メリ残りファルチェの前に何かつけるだけで、なんとかなります。まあ理想は、ペッカトリトンファルチェですね。この形さえ作れば、あとスケル打っとけばって感じですかね。ってなわけで、よろしく。で、ああ、これ厄介ですね。まあでも、トリトンの便利なところとしては、こういうね、こういう受けにも使えちゃうっていうのがいいところですね。あとディガーもね、この真ん中ら辺にこう出してあげれば、トリトン、そのディガーも、ピュッて引っ張って、まあダメージ2発ぐらいにね、抑えられるんで、そこも結構いいところではないのかなと思います。というわけで、相手、コカッちゃんですね。これ、ペッカー、ペッカー合わせない方が良かったかもしれない。もしかしたら、逆サイナイト、ヤングバレルとか来て、終わる。で、インフルのタワーだけで溶かされて、っていうのはちょっと怖いですね。まあ、これ、スケラ打って、まあ、ポイズンまで打っちゃえば、まあ、逆サイ攻めてくるかな。ポイズンまで打っちゃえば。よいしょ。まあ、これペッカはもう働かないっすね、これは。で、スキアミは防衛、本当はした方がいいんですけど、微妙にこの間が空いたことによってダメージをそんなに受けなくて済みますね。はい。というわけで、端プリが厄介かな。まあまあ、ウッド取りになるんで、言うて相手のバレルのダメージは抑えれますね。なんで、端前プリン警戒と、まだ僕のダメージをどれだけうまく通せるか、みたいな感じになってきますね。で、ペッカが、さっき見た通り、ペッカが正直ね、インフルターンに焼かれるだけでザップないんで、まあ、あんま働かないんで、まあ、ペッカを出さなくてもいいかもしれないっていうのは一つあります。トルネ、なんかって、ベビープラスのスケラとか、なんか細かいので、細かいやつらプラススケラでなんとかなると思うんですけど、回転がちょっとね、このデッキ遅すぎてみたいな。で、これはトルネで、ギャング系処理しようかな。よいしょ。痛わ、そんなの。まあまあまあ、言うて、ダメージ5分ですね。相手も、ファルチとかが残って攻めに来るのが嫌だと思うんで、やっぱロケット先打ってましてね、相手も。これ暇だな。もう後ろからペッカーしとくだけで、相手も、このペッカーにロケ打ったら、そのファルチが、やっぱ辛いんで、これあれですね、もう削り入れていきます。オッケー。で、ここにファルチ出しとくだけで、多分これにワンチャンロケ打ってくれる説がないこともない。よし。で、これは結局、トリネしてもスキャム来るんで待って、端前プリン警戒、気持ちベビーだしの、まあ、こっちが相手のダメージを抑えれば負けることはないので、トリトンいるからこそ、ここにペッカ出して、まあでもインフルのタワーで焼かれますね、これも。同じことしてるんですけど。まあまあまあ、言うてね。言うてダメージもしてるんで。で、後ろファルチすると、マジロキ打たれるんで、後ろファルチはしたくない。ロキ打ってきた。ってわけで、スケラプラス、トルネですね。インフルのタワーで受けるのが一番厄介ですね。
これさ、これ多分ないとワンチャン溶かすんですよ、これ。そう、ファルチが強くて。で、オッケーオッケー、来た来た来た。これスキラが結構ありますね。うい、来た。ってなわけで、これも一回後ろベッカして、プリンセス咲いてるんで、8枚プリンはない。もう2枚ぐらい回さないと来ないと思います。で、これはそう、トリトンで引っ張っちゃえば、オッケーオッケーオッケー。このまま攻めにつながる。はい、いい流れですね。てかもうポイズン削りでいいまであるっす。よいしょ。まあ、スキラ打っちゃってもよかったですけど。たまたま。あ、これインフルのターン飛ぶ。来たー！で、これ、スキャミーなんで、ピューイーンって感じですね。いい、来たー。グッドゲーム。いいですね。枯渇は、まあ、相性いいかって言われると、インフェの枯渇でいいのはちょっとね、めっちゃバレルで攻められてちょっと苦しいかもと思ったんですけど、まあね、最後勝つことができましたってわけで、マジでクロスは本当に勘弁してください。多分、しょっぱなクロスにもうボコられてるんで、この辺まで多分見てくれてる人あんまいないと思うんですけど、マジでクロスにだけは、はい、皆さん気をつけてください。マジで勝てないんで、クロスは諦めて、それ以外ね、ぜひ使ってみてください。なんか他のこのここスキラも結構合うんですけど、正直ペッカ、トリトン、ファルチ、この辺なんか3枚入れて、あとの5枚ね、フリー枠みたいな感じでいろいろ自分でね、作ってみるのもありだと思うので、ぜひね、自己流が良ければやってみてくださいという感じで、今回ね、こんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価も、あとコメントもね、ぜひぜひよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。